聖書の言葉をあなたへ、ハーベストタイムメッセージステーション。さあ、今日は使徒信条の学びの第8回目です。キリストの使徒たちが伝えたこと、第8回目、使徒信条とは。そして今日は子なる神の第4回目です。毎回確認しておりますが、使徒信条をもう一度皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。使徒信条、はい。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。ここまでが父なる神なんです。次、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信ず。アーメン。と、こういうふうになっています。すでに、ご理解していただいてますように、この使徒信条っていうのは、子なる神に関する告白が一番長いんです。ですからメッセージもそれぞれ取り上げていきますけれども、子なる神に関するメッセージの回数が一番多くなります。今日はその第4回目です。これは使徒たちの作品ではないっていうのは毎回申し上げてます。しかし内容は使徒たちの教えを要約したものになっています。それで使徒信条と呼んでもいい、呼ばれるようになっているということです。こういう告白文が出てきた歴史的な経緯は、これは洗礼式の時にその人がこのことを信じているかどうかを確認するためのものであったわけです。さらに異なった教え、異端の教えとの戦いのためにも、こういうまとまった文章が必要になってきたわけです。ちなみに、異端の特徴は例外なしに、子なる神に関する教えが間違ってます。これをキリスト論と言いますね。キリスト論が間違っている教えが異端の教えです。ですから、キリスト論が間違っていると救いの教理が間違ってきます。で、私たちはこれまでキリスト論をすでに3回学んできたわけですけども、最初に学んだのが3つの呼び名ということを学びました。それはイエス・キリストという呼び名、あるいはその一人子、あるいは我らの主、この3つがどういう意味なのかということを確認いたしました。2回目に学んだのがキリストの受肉です。神の子が人となられたということがどういうことなのかを学びました。そして前回学んだ内容ですが、これはちょっとアウトラインに出しましたので見てください。今申し上げたキリストの呼び名、キリストの受肉以外に大事なことが6つあるんです。ちょっと1から6まで読んでくださいますか。1番目、諸女降誕。2番目、イエスの歴史性。3番目、福音の3要素。4番目、イエスの死後の状態。5番目、昇天。6番目、再臨。この6つが重要なテーマですね。前回は1から3を取り上げたんです。今回はイエスの死後の状態を取り上げます。つまり4番だけです。情報が多すぎるんです。で、次の昇天再臨、これも一つ一つおそらく分割してお話をすることになると思います。
それぐらいキリスト論に関するテーマっていうのが内容がたくさんあって重要だということです。今日はイエスの死後の状態についてお話をしたいと思います。使徒信条では死にて葬られ黄泉に下り3日目に死人のうちより蘇りとありますが、3日目にっていうのは死んでから復活までに3日間あったということだけど、ヘブル的に言うとこの3日間っていうのは金曜日の午後3時に亡くなりました。そしてユダヤ的には日没になると土曜日に入っちゃうんです。土曜日24時間あって、そして日曜日は土曜日の日没から始まるんです。ですから土曜日の日没になった後どの時間でもいいわけです。そう考えるとね、まあ、真ん中の24時間は外せないね。で前に3時間ぐらいあるわけです。だから3プラス24プラスアルファです。だから最短時間でいうと27時間でも3日間っていうんです。いいですか？これがヘブル的時間の数え方です。で私たちの疑問は、ではその3日間の間に死んだイエスの霊あるいは魂はどこに行っていたかっていう問題です。ちょっと話は変わりますけども、皆さんは終活っていう言葉ご存知ですか？どういう意味ですか？終活っていうのは。私今終活やってます。ブツブツ言わないでもっと大きな声。終活って何ですか？普通は終活って就職活動、ところが最近は終わりの活動と書いて終活と読ませて、特に団塊の世代、私たちの世代あるいはそれよりも上の世代の方が死ぬということについて具体的に準備をしていこうということをやってて、これがねビジネスになってるというのが最近テレビとか雑誌で報告されてますね。具体的にはどういうビジネスかというと、もちろんお墓や葬儀の関連ですよ。だから俺が死んだら何万円の棺桶でいいからとかね、実際に棺桶に横たわって、あ結構スペースがあるなとかやってるわけですね。でじゃあ布団をかけますからとか言って蓋まで閉めてね、こうやってやってる映像が出てきましたけれども、私たちは自分がいつか死ぬということを抜きに人生考えることは本当はできないんです。若い頃はまだ遠くのことだと思ってそういうことも考えないで生きてるわけですけれども、死を忘れるな、これが人生生きる時のポイントですね。その時に死んだらどうなるのか、これは僕がクリスチャンになる前からもうずっと持ち続けていた疑問です。人は死んだらどうなるのか、もちろん私は死んだらおしまいだと思ってました。消えてしまうと思ってました。でもどうもそうではないと思ってる人もいるわけですね。じゃあ人の魂は死んだらどうなるのか。で今日のこのメッセージは究極的な意味の終活ですからね、皆さんいいですか。このメッセージを聞き終わった後、クリスチャンであることがいかに素晴らしいことかっていうのははっきりわかると思いますね。でクリスチャンになってからもね、実は死んだらどこ行くのって言ったら、死んだら天国行くんでしょ、死んだら天国行くんだよとは言ってるんだけど、いまいちね天国とか地獄とかいう言葉が分かんないでしょう。それを今日は解説しましょう。聖書から学びましょうということですね。特にイエス・キリストが死んでよみがえってくださったわけですが、私たちもそれと同じコースをたどりますので、死んだイエス・キリストの魂が3日間どこにおられたかということを学ぶことによって、自分がどうなるかということをそこから割り出していきましょうというのが今日のメッセージの一つのポイントです。さあそれではこれでイントロダクションが終わりましたので、これから本論に入りたいと思います。ポイントについてちょっと言い忘れましたね。今日のメッセージのポイント1番目、黄泉とは何か。黄泉に下りってあるでしょ、黄泉とは何か。2番目、
地獄とは何か、黄泉とは何か、地獄とは何か。3番目、死者の魂が行く場所は現在どうなってるか。死者の魂が行く場所は現在どうなってるか。4番目、ではイエスは死んでどこに行かれたのか。イエスは死んでどこに行かれたのか。こんな感じでメッセージを進めていきたいと思います。ではイントロダクションが終わりましたので、これから本論に入っていきますが、準備はいいですか。じゃあいきますよ。 Are you ready? Yes, sir. はい、いきましょう。ありがとうございます。1番目、黄泉とは何なのか。黄泉に下りって言葉がありますが、黄泉っていう言葉、さっきのちょっと出してくれますかね、使徒信条の黄泉に下りって書いてあるところ、もう一つ前ですね。はい、ここね、死にて葬られ黄泉に下りって、すごく難しい漢字を当ててますね。そうそう、あれですね、あれで黄泉と読むんですが、もう一つ漢字で黄泉っていう表現があるんですが、黄色い泉、そうですね、黄色い泉と書いても黄泉なんです。それから新改訳では黄泉とひらがなで書いてます。読みやすいでしょという意味ですね。だから漢字で2種類、ひらがなで表記で3種類で、発音は同じでも書き方が違うわけですね。で、黄泉に下りで、このテーマ、黄泉とは何かっていうのは非常に難しいテーマです。イエスの死後の状態に関しては相当混乱があります。なぜ混乱があるかっていうと、一つは聖書を読んでも全体的に情報量が少ないんです。そのテーマだけ取り上げて、私が今日メッセージで語るようにこれはこうだよとは言ってない。だからいろんなところを引っ張ってきて総合して考えなきゃいけないって言うんで、だから難しいんです。二つ目は、混乱が多い理由の二つ目は、黄泉に関する誤解があるんです。で、通常は黄泉に下りって聞くとどこに行ったかと、地獄っていうことをすぐに連想します。地獄って英語では何て言いますか。 Hell。 誰か発音のいい人がいたね今。だから黄泉に下りっていうと、ああキリストは死んで地獄に一回下ったんだ、英語で言うと Hell と思うんですが、しかし黄泉は地獄ではないっていうことをしっかり覚えてください。いいですか。黄泉に下りっていうのは僕らが普通言う地獄、ヘルのことではないっていうことです。地獄は何かということは後でお話をします。詩編の16編の10節にこういう言葉が出てきます。ではご一緒に読んでください。はい、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。ここでは黄泉っていうのがひらがなで書いてますね。いいですか。これは原文では何語ですか。詩編だからヘブル語。その通りです。ヘブル語で黄泉って訳されている言葉はシオールって言います。シオール。でヘブル語のシオールは、今度は新約聖書は何語になりますか。ギリシャ語だからギリシャ語に翻訳しなきゃいけないね。でヘブル語のシオールはギリシャ語でハデスと言います。ハデスと言います。じゃあちょっと混乱しないように整理すると、ヘブル語でシオールという場所がある。それがギリシャ語で何になるの。ハデスで、日本語に訳したら翻訳者は何て訳したの。それ黄泉って訳した。だからシオールイコールハデスイコール黄泉なんだよ。で黄泉には日本語の聖書には何種類の表記があるの。
3種類の表記がある。でも全部同じことです。そこまでいい。ところが使徒行伝2章の27節を見てください。これはペテロがペンテコステのメッセージの時に今の詩編の16編10節を引用してるんですね。ギリシャ語で引用してます。はい。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。これ見ててすごく不思議だと思わない？というのはさっきのヘブル語のシオールは読みって訳してるんです。ところがギリシャ語になると何て訳してる？ハデスってそのままほったらかしにしてるじゃない。要するに音を置き換えただけですよ。ならばこういう訳し方をするならばヘブル語でもあれは読みって訳さないでハデスって訳すべきじゃないですか。でヘブル語のハデスを読みって言うんだったらここも読みって訳さなきゃいけないじゃないですか。でないと一貫性がないんですね。言ってる意味分かりますか？翻訳に一貫性がない。でここで言ってるハデスが出てきましたが、ヘブル語のシオールとギリシャ語のハデス、日本語では黄泉って言ってるものは地獄ではない。何回も言います。 Hell ではない。それはそのヒントがあるのがルカによる福音書の16章19から26です。この例え話は皆さんよくご存知です。私が読みますので聞いてください。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。どんな犬や。さてこの貧しい人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。はい。この人は死んだ時にどこに行ってますか？アブラハムの懐に行ってる。ということは新しい概念がこう出てきてるわけね。新しい言葉が出てきてるの。ごめんなさい。アブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。はあ、金持ちも死んじゃったわけ。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、はい、ハデスという言葉が出てきた。アブラハムが遥か彼方に見えた。見えるんだよ。お互い見えてるわけね。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。はい。ここでこの金持ちはハデスにいて楽しんでんの？苦しんでんの？苦しんでんだよ。だからハデスに行ったこの金持ちは苦しんでるということが分かるね。ところがラザロはアブラハムの懐にいて苦しんでないんだよね。だから両方とも死んでるんだけど、どうも死んだ後の魂の状態が違うってのはここで分かる。アブラハムは言った。声を思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。はい、淵があって、見えてはいるんだけど、交通不可能だっていうんですね。一つね、誤解を解いておきたいのは、このラザロという人は貧乏で貧しかったから天国に行ってんじゃないんです。いいですか？そこをちょっと押さえる。この金持ちはお金があるから地獄に行ってんじゃない。地獄って苦しみの場所に行ってんじゃないんです。いいですか？もしね、貧しいからこの安らぎの場所に行けるとしたら、僕ら全員行けるじゃないですか。こういうジョークは大阪だから言える。
でも分かるように超えていくことができない。はい、ここまでかな。はい、このあとねまだ話が続くんだけど、それは今日のメッセージには直接関係がないのでここまでで止めておきますが、はい、この話から分かるのは、このラザラと金持ちは死んだ後シオール、あるいはハデス、あるいは黄泉っていうところに行ってんの。いいですか。で、死んだ後魂には意識がある？意識はない？死んだ後意識があるんです。ところがシオール、あるいはハデス、あるいは黄泉って訳されているこの場所ですけど、いくつに区分されてるの？二つに区分されていて、間に越えることができない淵があるんです。で、金持ちは苦しみの場所にいるんです。これは狭い意味の教義のシオール、ハデスです。だからハデスというものがあって二つに分かれていて、苦しみの場所はハデスプロパー、ハデスそのものなんです。いいですか。シオールそのものです。ラザロが言ってるところはなんていうところだった？アブラハムの懐。これはシオールの慰めの場所なんだけど、もっと細かく言うとアブラハムの懐なんです。イコール、別の言葉で言うと、これをパラダイスって言うんです。そこまで OK？ じゃあちょっと整理すると、人の魂は、僕らは死んだらどこに行くかっていうと、必ずシオールに行くんです。で、イエス・キリストが十字架につき復活し昇天されるまでは、シオールっていうと全部同じ場所で二区分されていて、クリスチャンは、イエス・クリスチャンだよね、イエス・キリストを信じている人、信仰によって義とされている人は慰めの場所、神に反抗している人は苦しみの場所に行くという、こういう図式がここで教えられています。これがシオール、ハデス、あるいは黄泉です。で、次2番目に行きましょう。では地獄とは何か。地獄っていうのはまだ現れてないんです。地獄っていうのは将来の概念です。まだ現実のものになってないんです。将来現れる概念であり場所です。黙示録の20章の11から15を見てください。こういうふうに書かれてあります。これはもうね、世の終わりの終わりです。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が、大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた、とあります。地獄っていうのは、はい、この文章の中でどの言葉だと思う？火の池です。だから僕らが一般的に地獄っていうのは火の池って聖書が表現している概念です。で、これは終わりの終わりに何が起こるかっていうと、クリスチャンは信仰と恵みによって救われて、そしてその名前が命の書に記されているんです。クリスチャンでない人は誕生した時に命の書に記されたんだけど、信じないままで死んだ時にそれが消されてるんです。だから別の基準で裁かれる。それがいろんな書物が開かれたってあるでしょ。これは行いを記している書物なんです。だからクリスチャンでない人たちは行いを記した書物の内容によって裁かれ、最終的には火の池に
投げ込まれていくんです。これを見ると地獄っていうのは未来に現れてくる場所概念だっていうことが分かります。で、地獄が現れる前に大きな白い御座の裁きという裁きがあります。これが最終的な裁きです。不信者の名は命の書に記されていません。だから行いが記された数々の書物によって裁かれ、そして火の池に投げ込まれます。これをね、第二の死っていうんだけども、一回死ぬでしょ肉体的に。で、第二の死っていうのは何のことを言ってるかっていうと、神に反抗した不信者が永遠に火の池で過ごすことを第二の死と言うんです。これが地獄です。ですからシオールと、あるいはハデス、黄泉と地獄とは違う、火の池とは違うということをまず区別しておいてください。地獄はまだ現れてない、将来現れる概念です。では3番目、死者が行く場所、シオール、ハデスの現状はどうなってるかですが、イエス・キリストが十字架につき復活し昇天する前と後とではその状態が違います。で、ラザロのあの例え話はイエス・キリストがまだ十字架につく前の話です。イエス・キリストが復活と昇天によってその状態を変えたんです。それはどういうふうに変わったかというと、はい、思い出してください。シオール、ハデスには、あるいは黄泉には2つの区分があって、間に縁があって越えることができなかった。その慰めの場所をもう一度、はい、何と言いました。アブラームの懐、またはパラダイス、それがキリストが天に上げられた時に、キリストはそこにいる人たちも一緒に連れて天に昇られた。ということは、抗議の広い意味でのシオール・ハデスはあって、そして苦しみの場所としてのシオール・ハデスはそのままなんです。慰めの場所としてのアブラハムの懐、パラダイスは今天に挙げられてるんです。だからもともとあった場所は今空っぽになってます。つまり今は僕らが死んだらどこに行くのか、あなたが死んだらどこに行くのか、シオールの肉分された慰めの場所じゃないよ、僕らは天に行くんだよ、パラダイスに行くんだよ。これがイエス・キリストが昇天されて以降の変化です。キリストが十字架についた時に一人ではなかったね。何人一緒に十字架についた？3人で、右と左に罪人がつけられていたね。そのうちの一人が、イエス様、御国の位におつきになる時に私を思い出してくださいと言って、彼はキリストに対する信頼を告白しましたね。その時にイエス様は何て言われたか覚えてる？あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今日って言ったでしょ。今日って言ったのはまだキリストが昇天してない状態じゃない。だからキリストが行く場所に彼も一緒に行くわけだ。その時のパラダイスっていうのはシオールの中の慰めの場所のことを言ってるわけだ。だから私は今日そこ行くけど、あなたも私と共に今日その慰めの場所に行くんだよ。もしその人がその段階で信仰を告白していなければ、同じシオールでも苦しみの場所に行っていたわけです。だからあの時にイエス様が言われたパラダイスの場所は、今僕らが行くパラダイスとは場所が違う。今は天に引き上げられてるんだから。エペソビトへの手紙の4章8節から10節を見てください。これはとても難しい聖句です。ではご一緒に読んでください、はい、そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られた
ということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く昇られた方なのです。これは難しい、釈義が非常に難しいですが、通説一般的にどういうふうにここから結論を出すのかということをお話しすると、これはキリストの昇天を論じている箇所です。でキリストは死んでシオールに下ったけれども高いところに昇ったんだ、つまり第三の天に昇ったんだ。その時に多くの捕虜を引き連れたっていうのは、一緒に連れて行ったっていうのはシオールで一時的に滞在していた魂を、信者の魂を全部天に引き上げて、そして一時的に待機していた生徒たちは第三の天に引き上げられた。だから今僕らが死ぬと、もうそこは第三の天に行ってるわけだから、そのままそこに行くわけですよ。そこからキリストは教会に賜物を分け与えたんだということがここで言われているわけです。シオール・ハデスの現状はどうか。肉分あったんだけど、上の部分は第三の天に引き上げられてますというのが、これの質問に対する答えですね。さあ、では4番目の質問、これが今日の最も大事なところですが、ではイエスは死んでどこに行かれたのか、これにいよいよ答えましょう。まず地獄ではないことはここまでで明らかになりました。地獄っていうのは聖書では何て表現してるの？火の池、火の池、 Lake of Fire、 火の池と表現されています。シオール・ハデス、黄泉っていうのは地獄ではない。地獄は未来形の概念だ、さっき確認しました。ここでヒントになるのが第一ペテロ 3-18 から20です。ではご一緒に読んでください。はい。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。はい、元に戻ってください。この聖句、これは本当に論争があります。まずここが主張していることを確認しましょう。キリストは正しい方でしたが、悪い人々の身代わりとなって一度死なれた、ここまでいいですか。次、キリストは肉においては死に渡されましたが、霊においては生かされた。つまりキリストの霊は肉体が死んだ後も生きていたということです。普通霊的死っていうと神様のとの断絶のことを言います。で、十字架の上でキリストは一度霊的に死んでます。神から切り離されてます。それは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと言った時に、キリストの霊はそこで死にました。神との断絶です。しかし最後に父よ我が霊を御手に委ねますと言って、神様を父とお呼びになった。そこで父なる神との関係が回復してます。これは霊的復活です。ということはキリストの霊は肉体が死んで復活する前に一度死んで復活してるんです。肉体の死と復活はその後に来る概念です。そこまでいいですか。だからキリストの霊は復活して生きたんだっていうこと、そして復活した霊の状態でキリストは死者が行く場所に行かれたんです。で、さっきから学んでるのは、そこは地獄ではない、そこはシオール、あるいはハデスです。
で、シオール、ハデスの中のどこに行かれたかです。囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのですとありますが、ここはね、さっきラザロと金持ちの話の中で出てきたんだけど、シオールの安らぎの場所と苦しみの場所同士はお互いが見えるし会話が可能なんだよね。こういうことはできないわけね。ということはキリストは苦しみの場所に行かずとも語りかけることはできるわけ。そこ分かりますか？で、何かを語ったんだよね。囚われの霊たちに向かって語ってんだけど、まず囚われの霊っていうのが何なのか、それから御言葉を語ったっていうのがもう一度伝道したのか、ね、あなた方悔い改めますかって十字架の福音を伝えたのかということですけども、ここで囚われの霊たちに宣言されたというのが正しい答えです。ここで御言葉を語られたっていうのは、これは宣教したという意味ではないんです。ギリシャ語でケイルッソという言葉ですが、ケイルッソ、これは宣教するとか福音を伝えるとかいう意味じゃなくて、公に宣言するという意味です。 The proclaim です。宣言したんです。何を宣言したかというと、キリストは勝利の宣言をされたんです。でキリストの魂が生きて、そしてシオールに下られた、シオールに下って、そこで苦しみの場所に閉じ込められている者たちに、囚われの霊たちに勝利を宣言された。これは悪魔に対する勝利の宣言、悪魔および悪霊どもに対する勝利の宣言です。で、私の解釈は、囚われの霊っていうのはだから人間じゃない、堕落した天使、悪霊のことであるというふうに理解してます。なぜかというと、囚われの霊たちっていう、この霊たちっていうのはプニューマっていう言葉が使われてますけど、これはね、人間のことよりは天使のことを指す言葉遣いの方が一般的なんです。これはヘブル 1-14 にその例があります。で、思い出してほしいのは、ノアの洪水が起こった原因の一つが、堕天使が人間の娘たちと結婚して、そしてネフィリムという人間ではない異常な生物を産んだという記事が出てきます。ただここでノアの時代、箱舟が作られていた間に不従順であった霊たちっていうと、堕天使たちのことだということが分かってきます。彼らはノアの時代に神に反抗した堕天使たちのことでしょう。じゃあここで整理すると、キリストは死んだ時にその魂は復活してる、すでに、そして人間の魂も同じように行くシオールに行かれたんだけれども、そこでシオールの苦しみのところに閉じ込められていたノアの時代に暗躍した悪霊どもに対して勝利を宣言されたということが分かってまいります。私たちも死ぬと繰り返しになりますが、シオールに行きます。でも私たちの行くところは今もう第三の天に引き上げられてますから、だから死んだら天国に行くという言い方はあながち間違ってるわけではないわけです。じゃあこれからまとめに入ります。復習をしましょう。イエスの霊は十字架上で死んだけれども、つまり父なる神との関係は断たれたけれども、肉体の死が来る前に霊的な復活をイエスは経験しているということ、これまず押さえてください。それから復活した霊の状態で肉体の死が来た時に、イエスはシオールあるいはハデスに行かれた。そしてイエスが行かれたのは、イエスは罪人ではありませんからね、
イエスが行かれたのはシオールの中のアブラハムの懐、つまりパラダイスです。でも苦しみの場所が見えてるんですね。そしてそのアブラハムの懐にイエスが行かれたんですけど、さっき申し上げた十字架上のあの悔い改めた罪人の魂も一緒にそこにいるわけです。そこでイエスは苦しみの場所にいる閉じ込められている悪霊どもに向かって勝利を宣言された。十字架の勝利を宣言された。これはサタンと悪霊どもに対する勝利の宣言です。その後3日目に、3日というのを何時間と取るか別として27時間が最低ですね。それプラスアルファですね。その3日目にイエスは天に昇るんだけども、その時にアブラハムの懐、あるいはパラダイスはイエスと共に天に上げられた。これが昇天の意味ですね。昇天というテーマを取り上げますが、この後ですね、今後取り上げていきますけど、その時にもう一度このことは触れたいと思います。これが今日の復習ですよ。そこでこれらのことからセカンドチャンスはあるかどうかということです。セカンドチャンスっていうのは何かというと、これは死んだ後もう一度イエス・キリストを信じるチャンスが与えられるかどうかって話ですが、生きている間はセカンドチャンスはあります。生きている限りは third chance, fourth chance, fifth chance、 まあ言いたいだけ言えばいいですよ。いいですか。生きている間は恵みの時代ですから、何度でもチャンスがあります。だから今は信じられない、でももう一度信じるチャンスが与えられます。生きている間に神様を恐れ、神に信頼する歩みをしなければチャンスはもう来ないんです。でヘブル 9-27 を見てください。ご一緒に。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにとあります。聖書は人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることは定まっていると言ってて、で死んだ人が2回目にチャンスを与えられるというような教えはどこにもありません。なぜそういう教えが出てくるかっていうと、私たち人間はもうすでに亡くなった人のことを考えるといたたまれなくなるんですね。そしてなんとかチャンスをあげたい、あるいは神様は不公平じゃないか、福音を聞かないで死んだ人もいるんだから、そういう人にとってはファーストチャンスもなかったんだっていうような不公平さを感じてしまうんです。だから福音を聞いた人はもうセカンドチャンスはなくても、一度も福音を聞いてない人にはチャンスが与えられるんじゃないかという言い方をする場合があるんです。もしそれが本当だとしたら、皆さん今日から福音を伝えることはやめましょう。危ないよ。あなたが福音伝えてその人が信じなかったら、その人はセカンドチャンスないんだから。聞かない方がいいの。聞かないで死んで現実分かった方が、はい信じますって言えるわけだから、それを突き詰めていくとね。だからセカンドチャンス論っていうのは非聖書的であるばかりでなく、伝道の意欲を破壊するエネルギーをうちに秘めてます。福音を聞かないで死んだ人はどうなるのか、いくつか説明しておきますと、福音を聞かないで死んだ人はなぜそれを信じなかったのかと言って責められるんじゃないんです。だって聞いてないんだもん。いいですか。だからその人は福音を信じなかったことの故に裁かれるんじゃなくて、すでに知ってることがいっぱいあるんです。例えば自然界を通して天地創造の神様がいるっていうのは、これは心を開いて素直な思いで見ればそのことはわかるんです。あるいは一人一人には両親が与えられていて、両親が語りかけてくるんです。
そんな生き方はまずいんじゃないか、そんな嘘ついてていいんか、そんなだましだまし生きてていいんか。でも僕らはその声に従わないで生きてるんです。そのように福音を聞かない人でも実は神の声を聞いてるんです。でもしね、その人が本当に福音を聞いて信じる状態、つまりすでに与えられているさまざまな啓示によって心を開いてそれを求めている人であれば、神様はどんな方法でもその人を救うことができます。例えば宣教師の宣教報告を聞いていてね、全然知らない場所に行けというような促しがあって行ってみたら私が来るのを待っている人がいたとかね、こういう証っていうのはすごくたくさんあるんですね。つまり神様知っておられるということ、あるいは人の言葉ではもう認識できないような人がキリストが現れてそのお姿を見て信じたとかね、ユダヤ人なんかではイエス様は直接語ってくださったという人も私は何人かから証を聞いたことがありますね。そのように福音を聞かずとも本当に神様を求めている、つまりその段階で与えられている啓示に心を開いていくならば、神様はその人を救うことができるお方だということです。で、結論から言うと、福音を聞かないで死んだ人は神様は不公平に裁いてるんじゃないんだ、すでに与えられている光の量でその人は裁かれる、その時に義人はいない、一人もいないということがそこで成就するわけです。聖書の予言を読んでると、将来例えば千年王国なんかでもね、新しく誕生する人が神に反抗するってもう考えられないでしょ。神の栄光が満ち満ちている場所でね、罪のない状態でスタートしている場所でも人間は神に反抗するんです。僕らは今恵みの時代だから何度でもチャンスを与えられますけれどもね、死んだ時にはもう心の状態が確定しています。皆さん、自分の心が固くなるという経験したことある？一回怒ってね、あの野郎と思った、とんでもないと思ったら、今度謝られたって慰められたって心がもうコンクリートが風邪をひいたような状態でね、もう動こうとしないような性質があるよね、僕らには。まあ、僕だけかな、みんなうなずいてないから。あね、人間の心ってね、いつでも信じようと思ったら信じられると思ったら全然違う。もうね、生きてる間に神に従う決心をしなければ、死んだ後はいつでも信じられると思うような状態ではもうない。それはもう確定してるんですね。だからクリスチャンにとってすごく大事なことは、生きてる間にキリストを信じ、罪の許しを信じている、その人の名前は命の書に残ってるんです。そして子羊の書にも名前が記されてるんです。ということは、僕らは行いの書が開かれて裁かれるということはもうないんです。白い御座の裁き、大きな白い御座の裁きという最終的な裁きの座では、私たちのために何が開かれる？命の書が開かれる、命の書が開かれる。これがクリスチャンの特権です。さあ、死ぬ準備ができましたか？今日死んだらどこに行くのか。パラダイスに行きます。第三の天に行きます。しばらくはまだ僕らは霊的な状態でとどまっています。まだ体が、復活の体が与えられてない。いつ与えられるかというと、教会が敬居されるとき、天に上げられるときに、墓の中からよみがえる死んだ人は、生きている人はそのまま天に上げられて、その人たちは死を経ずしてトランスレーションです、栄光の姿に瞬時に変えられるということが起こるんですね。大阪の人は損得勘定に非常に長けているという噂が全国的にございますが、本当に損得勘定に長けているならば、
クリスチャンにならないはずがないんです。大阪の方、そうでしょ。だってイエス・キリストを信じてこんなに素敵な就活ができるんだもん。一人でも多くの方がこの喜びを体験できますように祈ろうでありませんか。お祈りします。天の父なる神様、主は死んで黄泉に下り、黄泉が何のことであるか、今日聖書のいくつかの箇所から学ぶことができました。そして私自身が死に対する備えをどのようにしたらいいかということをしっかりと学ぶことができました。感謝をいたします。この地上の命が与えられている限り、皆をたたえ、一人でも多くの方々に福音を伝えることができますように、祝福し導いてください。感謝して主の皆によって祈ります。アーメン。お祈りしましょう。